全然話しとくけどさ、うん、あの伊沢しおりさん、おーしーたぶさん、うん、なんかこの年にして写真集出してね。そうなんですよ。びっくりしたね。いやー、なっちゃった。すごいよな、まあ、ここに来てすごいよな。てか35かと思って。まあそりゃそうだよな。まあそうだそうだ。だって忘れちゃいけないけど、アキちゃんとかヒカサさんと同期だからね。ここだよね。あ、そうそう、懐かしいよ。初めて見たのがオンステやからな。まだだから、アキちゃん軽音始める前やったんやで。まだだから自己紹介の時に主な作品って言って海賞あげとったんやで。ああ、そっか。海賞懐かしいな。で、小木さん、小木原秀樹さんと組んだから、これはまた京アニが来るんちゃうか、ハハハって言っとったら、軽音決まりました、本当に京アニ来やがったな、ハハハって。さあどれぐらい売れるのかな、ハハハって。サルフィーみたいになるのかな、ハハハって言っとったら、オリコンワンツーちょっと待てと。あれ実は京アニの人が明かしとるよな、京アニの人が沖さんのラジオのリスナーなんて。それで沖さんのラジオ聞いとるから、沖さんのラジオ聞いとっていいなと思ったこいつって。もうちょっと言うと、実はダーマイも沖さんのラジオのリスナーやったんで。あ、はいはい、うん、だもんで、時藤さやのやつはもうご指名で、風音様で、ゆきちかもんのセリフ入れなんて、うん、まさかの、あのラジオ発信、ラジオでやっとるんで、そのまま持ってきとったから、完全に風音様じゃねえかこれって言って、あのさやのね、ゆきちかもんは、うん、見とったけど、うん、なんか狙っとんのかなとは思っとったけど、後々あの後日なんで、実は、うん、ダーマイから出てたね、うん、あれは狙ってやったっていう。だから偶然じゃない。結構その小木さんのラジオって業界の人の視聴率が異様に高いらしい、うん、で小木さん の、 あの新人さんとラジオをやる時のやり方が、あの絶対これだけはっていう注文があって、自分のギャラじゃないんで、自分のギャラじゃないっていうとなんかただのいい人みたいなあれになるけど、まあいい人はいい人やけどな、あの人、じゃなくて裏方さんの注文入れるんで、新人さんとラジオやるんやったら絶対この人を構成作家に入れて、この人入れてみたいな。そうで、その時に要は新人さんを入れ、普通業界って新人の声優さんの新人さんのラジオには新人さんのディレクターとかがつくんで、予算少なくするのに。なんやけど、それやと新人さん同士であのフィードバックとかできやんから、新人さんを入れるんやったら絶対ベテランのチャーリーか、藤林さんっていう、沖さんのラジオの、あの2代、ネブラやってたのがチャーリーか、ネブラと構成作家、チャーリーさんはあとあれ、それオンステもそう、っていう感じでやっとって、で褒めラジやっとったのが藤林さん、他には、藤林さんがやっとったので有名なやつは、あのヒカサさんがやっとったやつ、モンモノキス5、うん、とか驚きセンターモンモノキス5とか、あのあたりとかを やっとったのが藤林さん、うん、そうだもん、ね、そういうようなベテランのちゃんとそのフォローができる人をちゃんと入れてねっていうのが条件で、だから新人さんでもそのやりやすい環境を作るっていうのは力入れとったらしいけどね。だから売れてない時、小木さんがラジオやったらほぼほぼだからこれ 100% や、最初まずネブラで後藤優子さんやろ、で風音様やろ、コメラジオの風音様やろ、で、そっからやっとったのがあれか、あ、ここやんな、あ、ここまだまっすぐでいいよ、あ、そうや、ここまっすぐだけど、あのすぐやんな、うん、すぐあの、何もない交差点を、うん、細い道に走ってます、うん、あと伸びた声優さんだから、添崎さんがそれで、
三芸、オンステかオンラインステ、スーパーオンラインステーションで、豊崎さんやの。で、その時アシスタントに入っとったのが、ド新人の伊沢さんやって。あ、まあ、つっても、あ、一応、秋ちゃんとは同期やけどね、同い年って言って一緒に23歳とか言っとって。なんか、超ラジっていう、夕方の帯番組の、うん、なんかで、一番最初の初代をやってたんだよね。超ラジルーキーな。うん、だから、あの A&G の一番最初の、この次の子さん、うん、あのオンラインの A&G の放送の一番最初の放送は実は録画やったんやけど、録音やったけど伊沢さんやったっていうな、うん、それで、あの鷲崎さんからたまに先輩いじりされるっていう、何言ってんすか先輩って、A&G ではうちがあの2番目の番組やったんで、うん、おい、私よりも先に A&G で喋ってるじゃないですか先輩って、うん、あの散々大体いつもそのいじりを受け取るけど、まあでも本当に、うんうん、今でも顔いいよねって思うわ、うん、確かにすごい、あのしーちゃんは本当に変わらん、うん、デビュー当時から本当に常に変わらん、すごい。なんか今カメラの腕上げてるしね、なんかあの、うん、ナナシスのライブ行って生で見てきたんだけどさ、ああ、そっか、ナナシス出るもんね、そうそう、うん、あ、唯一ね、ライブ活動してるからあれで、そうだね、うん、いや、よかった、昔はセハガールとかもあったけどね、うん、懐かしいな、長いからね、ナシで、シータムさん、お姉さんも美人、ここでシータムさんのは、お姉さんも美人やからね。あの一卵性ソーセージのお姉さんなんで、あ、そうなんだ、じゃあもうウリフタソなんだな、うん、全然似てないとお互いは言い張っとるけど、試しに同じあの妹のメイク真似してみた写真あげたら、ごめん本人と見分けがつかんと、あそりゃそうだよね、うん、そう、夢だ、結構だ、あの話に出てくるネイタムさんっていう人、うん、あ、これ、ああ、ちゃんぽん麺のね、はいはいはい、どうぞどうぞ、一食でいいの？二つ。あ、そう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 。食べて食べて食べて。どうぞどうぞ。まあ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 。じゃあちょっと試してみますわ。どうぞどうぞ。まあ、また年末、あれ、あれさ、年始とか9日ぐらいも暇でしょ？ 8 日か。だね、うん。まあいつでも呼んでくださいね。あ、いいよ。あの、岐阜レトロミュージアム行きたいんで、あの、覚えといて。そうだね、うん。うん。とりあえず雪のない時だね。いや、あ、そうだな、あとあのモッチザロック、令和の軽音だから見るように、それな、うん、本当にね、あの 、うん、来年のイベント行くかもしれない、おお、ブルーレイ買うかもしれない、それぐらいハマった、いいね、そうやってハマれるものがあるっていうのはいいことだよ、まあ確かに、後ろ来てる来てないの、ああ、それのライトか、うん、ガルパンも終わらんし、もう長いね、ガルパンも、ね、まあ、ガルパンもそうか、シータムさん出てるっていうのは、うん、ではまた、はい、まあ、良いお年になるか分からんけども、分からんけど、まあ一応良いお年を言っておくか、ね、まあ、ね、年始まで暇してますので、うん、まあ、年始までか、ね、1月か2月か3月か分かんないけど、おい、まあ、年明けから本気出すんでね、これもうダメなやつや、またやるね、またやるね、気をつけてね、